えっと19歳高卒1年目ですインフラ系の技術職で月手取り20万です自分を育った仕事を自分でマニュアルを作ってそれを見ながらじゃないとできるようになりません結果的に一人できるようになればで時間かかりますもちろん何回か繰り返せばマニュアルを見ずにできるようになりますこれが正解なのか改善できるのかご協調お願いしますえっとねもしそれがね素でやってるんだとすると実は結構優秀なんですよあのマニュアルを作る能力って結構大事であの中小企業だとそのあの 勝手にに学べになるんですけどある程度大きい会社でじゃあ毎年毎年5人新人が入りますってなるとマニュアル作ってくれる人がいるとそのマニュアル渡すだけで済むのでいろんな業務のマニュアルを作ってくれる人って大きい企業では結構重要なんですよ。なのでその今自分のためだけにマニュアルを作って自分のために見てると思うんですけどそれをちょっと社内で共有してみるとか新人に対して見せてみるとかでそのマニュアルを書くっていう仕事をするっていう方向に。 移動すると結構重宝されるんじゃないでしょうか。